モティーズハイロードスターカップ第2戦、本日は9台のエントリーとなっております。あともう一つ、ロードスターパーティーレース3北日本シリーズ NCNB クラスの第2戦は本日8台のエントリーとなっております。合わせて17台の構想となっております。今日はすごい炎天下です。もう丸焦げになります。ただいま車検始まります。始まります。私も行ってみます。速度の、制限の開始60キロ、ここのラインから出口のこのラインまでとなります。また減速をする際はですね、赤いランプが全10等点として点灯したこの瞬間がスタートとなります。これよりも前にですね、車両が動いてしまったりすると、フライングのペナルティを取られますので、今日は台数が多いので、17台ととても多いので、とても楽しいレースになりそうです。楽しみだな。JMRC 東北モティーズハイロードスターカップ第2戦の予選前にコメントいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。川崎さん。はい。はい、こんにちは。久しぶりです。あ、どうもどうも。どれぐらいぶりでしたっけ？9ヶ月？9ヶ月ぶり。はい。今日の意気込みをお願いします。頑張る。ちょっと気持ちはやばい。忘れちゃったロードスターの乗り方。とか言ってね。とか言って遅いんだよ、これ急に。あ、そっか。ちょっと頑張る、はい、今日も頑張ってください。頑張ります。はい、それではよろしいでしょうか。山田選手、暑そうですね。一人だけまだ、いや、意外とそんなに顔は涼しいで、うん、全然大丈夫ですか。大丈夫。もう見た目も最高暑そうですけど。そんなに。でもなんか、それでは、優勝見てる方が暑いでしたね。実はね、みんなちゃんと着てない。ひどい。だってロードスターカップでできる人は、あれは推奨だから。それはね、レースだめだね。推奨だから。どうですかそれは皆さん。このインナー暑いんですよ。そう、暑いの。だから着てない。ひどい。着てないんだ今。で、それをごまかすために実は締めてるって。え、じゃあちょっと意気込みをお願いします。フライングしないように気をつけます。それ決勝じゃね。まず予選。まず予選。こんにちは。お久しぶりです。今日の調子はどうですか。知ってないんで分かんないんですけど、昨日は雨の中1回だけ走らせてもらって、まあちょっと怖かったですけど、まあまあ、さあ、それでは改めて選手をご紹介しましょう。車自体は悪くないです。第3戦 PCJ のでぜひぜひまた登れるように頑張ります。頑張ってください。皆さん、なんか眠そうだね。暑いし眠いし。どうなんでしょうね、今日は。お昼食べた。食べましたよ。じゃあ余計眠いね。
そうですね、気持ち悪くなるかもしれないですね、こんな暑い中走ったら。またエアコンつけて。いや、俺のもうエアコン外してあるんで、はい、つけてもランプだけです。お、一回やらかしたことあったよね。はい、つけっぱなったことあったよね。そうですね、決勝終わってから気づいたっていう。おっとおっと。じゃあ今日の意気込みをお願いします。今日の意気込みはですね、一人でブリヂストンタイヤで頑張ります。頑張ってください、はい、表彰台、はい、表彰台ぜひ乗れるように。そうですね、左側でもいいんで。そうね、まず乗れないように。頑張ってください、はい、頑張ります。ちょっといただいてもいいですか。すいません、なんかお着替え中に申し訳ないです。こんにちは。お父さんはどんなお父さんですか？結構、普段はどんなお父さんですか？なんか普段は優しいっていうか、おーそんな感じなんですけど、怒るとすごく可愛い。鈴木選手です。鈴木です。栃木から。はい、宇都宮から参りました。ありがとうございます。スゴーは初めてですか？スゴーのレースは初めてです。初めてです。サーキットゲームで何度か。あ、走ってはいるんですね。なるほどです。本日の意気込みを聞かせてください。レースは13年ぶりなので、まあ、とにかく完走したいと思います。わかりました。頑張ってください。奥さん、娘さん見てますもんね。頑張ってください。ありがとうございます。はい、どうですか、今の気分は。まあ、ちょっと初めて走るんで、頑張ってきます。はい、初めてなんです。初めてです。昨日は走ったんですが、雨だったんで、ドライで初めて走ったことないので。そっか、はい、じゃあドキドキですね。ドキドキですけど、ちょっと頑張ってきます。頑張ってください。はい、じゃあ意気込みをお願いします。やってみます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。あ、こんにちは。なんか初絡み、今日。いや、今日初絡み。今日初絡みだよ。嘘、本当。いつだっけ会ったの。サトル選手です。ありがとうございます。今日の意気込みを。意気込みを。これね、レースしばらくぶりです。うん、すごい久しぶりですよね。前回はエンジンが壊れちゃった。あ、そうだった。何ヶ月ぶりですか？最終戦以来ですよね。半年以上。半年以上。9ヶ月ぶりぐらい。久々ですか、じゃあレース。レースいや、このレースじゃないやつだ。まあ、いっぱい出てます。じゃあです。頑張りますんで、よろしくお願いします。頑張ってください。すいません、急に乗り込もうとしたときに。今日の調子はどうですか？調子は昨日雨だったんでよくわかんないんですけど。そっか、うちの大人たちに食らいついていけるように頑張ります。頑張ってください。じゃあ最後意気込みお願いします。頑張るぞ。頑張れ。頑張ってください。すいません、忙しい。今日はどうですか？今日の調子ですか？はい、何分最近走ってなくてですね。あ、そうなんですか？はい、ドライで走るのが8ヶ月ぶりっていう。はい、まあまあ、そうなんだ。安全第一でございますけど。そうですね、はい、じゃあ意気込みをお願いします。安全第一で楽しんでまいります。よろしくお願いします。オッケーですね。みんな頑張れ。4月の初戦に参加してくださった伊勢谷先生です。ユーストリーム生配信中です。あ、そうなんですね。今日はね、残念ながらね、はい、出られなかったんですよね。伊勢谷先生、ぜひロードスター買ってください。そうですね、考えます。期待してますね、はいはい、一緒に応援しましょうね。じゃあ今日は、結構ね、酔ってます。乗らないで。もう汗がすごい。汗がすごい。
ター越京選手。グランツーリスモからグランツーリスモで俺のアタックラップを見事に潰してくれましたこの人知らない知らない。僕は関係ない。その白をアタックラップにしたあなたの問題。なんかね僕の目の前でね一人違う方向向いてる人がいるんです。2回ですよ2回も。じゃないと出ない。タイヤのぬるぬる感が思いっきり出た感じです。なるほど。カウンター当てる間もなく壁だ。したら弾くのね。かなり飛ばされた。ケツが右側に行ったのに左側のぐらい裏側にね、飛ばしながら。どうでそのままケツからダンロップ下まで。何やっても止まらない。気組みを。乾燥するしかないでしょ。こっち側だけ取ってよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね。どうですか。まあもう今日の目標はとりあえずフライングしないというだけ。もうそれができればもうあとはもうどうでもいいっす。あとはもうひたすら川崎さんの後ろついてってもうコーナーのライン取りを教えてもらいます。川崎塾ですか。川崎塾で。じゃあ最後もう抜かないで、もうずっと後ろで。意気込みをしっかり意気込みを。川崎さんよろしくお願いします。頑張ってください。頑張ります。はい。頑張ります。頑張ってください。はい、じゃあ決勝頑張ります。頑張って。はい。なんとか完走を目指して、コース上にとどまることを頑張ります。ありがとうございます。優勝目指して頑張ってください。おー、頑張った。ありがとうございます。頑張ってください。いいです。普通に勝ちますよ。そりゃ。3秒には入れたいです。ただ、後ろの車僅差だし、もうすぐ慣れてきたんで、エンジンあっちのちょっと早いですね。だから最初は、もしかしたら抜かれるなら抜かれて、で、最後に。バイバイ。かっこいい勝ち方するの。まあ気持ち的にはもう最初からブッチで行きたいんですけど、やりすぎあんまりプッシュすると自爆すると悪いんで、まあ気楽にやります。わかります、はい。楽しみにしてます、はい。頑張ってください。はい、ありがとうございます。もう疲れちゃった。疲れてるよ。ダメだよ。頑張って気合い入れて頑張って。よし、カメラに向かって思いっきり意気込みをお願いします。予選の屈辱を晴らしたいと思います。頑張ります。待ってください、ね、表彰台に乗れるように頑張ります。頑張れ。じゃあ頑張ってください。ここでも前行きたいですね。頑張ります。カメラに向かって意気込みをお願いします。抜いちゃうよ。抜いちゃうよ。抜いちゃってください。頑張って。楽しいですね。いや、本当に天気が良くて、みんなね全国から来ていただいて嬉しいですね。頑張ってください。この後社長乗ります。行きます。車に乗っちゃったよ。イエーイ。頑張ってください。頑張ります。何をかな。楽しいかも。
ます。超みたいですよね。怖いです。初めて乗りました。サーキットでね。バックストレートが最初こうなって。結構登るんですよね。降ってますね。これ着いてから何秒後でしたっけ？何分後ぐらい？ありがとうございます。お待たせしました。はい、ありがとうございます。頑張ってください。頑張ってます。この間に入っちゃってください。グリーンの方が一番入りやすいよ。グリーンの方が一番入りやすいよ。そうだね。はい、皆さんこちらお願いします。はい、もう一度です。ユーストリームです。ずっと流してください。こんにちは。レースクイーンまで来てるんですね。レースクイーンまで。はい、ありがとうございます。楽しかった。楽しかったね。超楽しかった。楽しかった、俺も。イエーJMRC 東北モティーズ杯ロードスターカップ第2戦、いよいよ決勝レーススタートします。みんな頑張れ。いよいよ始まります。フォーメーションスタート30秒前。30秒前。まあ、ロードスターカップとパーティーレース3と、その中でもクラスに分かれています。さあ今フォーメーションラックにスタートしてまいりました。ロードスターカップでは NA6、NA8、NC、 さらにパーティーレース3では NC と NB クラス、全16台。
カメラっぽい。さあゆっくりとフォーメーションラップ。そういうことでプロフィールも届いていますが、 NC の高橋選手初参加、頑張ります。最終コーナー面白そう。レーシング SP コーナーが好きな山田健介選手、さあゆっくりとサイドグリッドイン、ゼッケン0番の川崎、2番手に山田、 NA6 トップは山川、3番手オレンジのマシン、そしてパーティーレース3車両もグリッドイン。決勝周回数は10ラップです。シグナルに注目。さあ今スタートしてきました。まずはこの位置からゼッケン0番の川崎、セカンドグリッドから山田、3番手に山川と、ここはグリッド陣に進んでいく。1コーナーから第2コーナー、そして第3へと向かっていく。ここからがインフィールド。そして4コーナーへ。さあ全車きれいにスタートしました。トップは SG へ向かっていきます。トップゼッケン0番の川崎、追いかける山田。さあ山川選手4番手に順位を落としました。ハイポイントを迎えます。すると選手が上がったんでしょうか。さあセットにスレッチを持ったから下ってきます。おお今馬乗せあたりでとタイヤスモークを上げた車がありましたが、さあ SP アウト、そして12コーナーへ向かっていく。トップは川崎、それを追いかける山田。最終立ち上がった 10% 上り勾配へ。山川選手は3番手をダッシュしてました。山川3番手ダッシュ、メインストレート上がってきます。さあ今マシンはサイドバイサイドで通過していきました。右側に山田、さあ山田がトップをダッシュ、山田トップをダッシュ。さあ3番手山川、和光が4番手です。さあそして NC パーティーレース3を見ていきましょう。森山選手がNC のパーティーレース3トップ、森山、小松、李、岩本、佐久間と続きます。さあ NB なんですが、この順位が変わります。小森選手が前、2番手に NB、 岡沢、さあ今週終了した時にはコントロールラインサイドバイサイドで通過しましたが、山田が1コーナーのイン側トップをダッシュ、バックストレッチエンド、トップは山田、山田、川崎、山川、馬の背から SP に入ります。さあパーティーレースで森山選手が NC 前に出てるんですね。さあすぐ目の前だと思いますが、パーティーレース3の NC トップ、森山、小松、李、岩本、佐久間というオーダー。さあトップ早くも最終コーナーだ。さあ今度はやり返すのか、インフ
ちこの突っ込み勝負。ここは再びダッシュしたのが川崎トップをダッシュ。さあボードスターパーティーレース3軍団もですね、ここも森山選手 MC と変わりません。森山里、岩本、佐久間、小松、さあ木端が振られます。そして NB8 のトップが和光選手。その後、まあ、総合で言いますと5番手からこれで5周クリア、6周目の周回に入った。残り半分ということになりました。川崎、山田というオーダー。3番手の山川、再び仕切り直します。総合4番手 NB8 のトップ和光も通過していく。パーティーレース3 NC クラスはトップ森山、2番手李、3番手佐久間、4番手岩本。さあこのオーダーは変わりません。こちらゼッケン27番 NB8 のトップです、和光選手。そしてロードスターパーティーレース3 NC が見えてくるか。さあ結果ロードスターパーティーレース3 NC トップはこれリがかわしてきました。リがゼッケン69番のリがかわしまして優勝、2番手に森山。さあ佐久間選手が3番手、
リは二足を失っていると聞いたんですが、これはかなりこうテクニカルなドライビングを強いられたんでしょう。そしてメンタルでも作戦勝ち。さあ岡澤はパーティーレース3 NB のトップでチェッカー。すごい。県0番県王とモディーズ NA8 川崎修平選手。さあ続いて第2位ゼッケン88番直しオルグアクレ NA8 山田健介選手。続いて総合3番手になります。ゼッケン23番ジョイアクレモティーズ NA6 山川実選手。はい、おめでとうございます。いい感じで、こんな感じで大丈夫ですかね。はい、どうぞ喜びの放送正面でお願いしたいと思います。おお、おい、またな。チートホークモティーズ杯ロードスターカップ第3位山川実選手、第2位山田健介選手、そして優勝の川崎俊英選手です。どうぞ大きな拍手をお送りください。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ケンヨートさんのおかげです。今日も楽勝です。かっこいい。ドライバーの鏡です。前3台行っちゃったんで、ね、タイミングとギアをミスってもうそこで終わりですね。後ろからは来るし。どうでした、思った通りですか。いや、思ったより、ね、あの88番早かったなと思って最初びっくりしました、最初あれ普通に直線で抜くんだ。そうなんだ。初めて表彰台に乗りました3回目にしてようやく。どうでした。山川さんが怖かったです。マジでだって話したと思ったらこう気がつパッて後ろ見たらなんでいるのみたいな。もうすごいね、くっついてたよね。そう、びっくりした、びっくりした。川崎さんもびっくりしたらしい。マジで噂をすれば。どうでした。いや、もう悔しいんですよね、追いつかなくて。抜かされるのこっちの方が悔しい。抜かされたら結構ね、いろんなところで頑張ってはいるんですけど、やっぱ 200cc の差でかいですよね。いや、抜かれたから、うん、だから抑えてくれるなと思って、あとは川崎選手と遊ぼうと思ってたのに、急にいた、ね、追いついてきちゃったから、もうそれどころじゃなくなっちゃった。あれ、遊んでないんですか。いや、ちゃんと走ってましたよ、最初からちぎるつもりで走ってましたよ。全然ちぎれなかったですよ。はい、まあ、でセーフティーカー入っちゃったんで、もう残りの周回数少ないし、もう絶対これ全開だなと思って本気で走りました。最終ラップで43秒、はい、絶対入れてやると思って、ドキドキした。どうなんだどうなんだ。ちょっと失敗したんだよな。失敗したんだな。ピースいらない。3秒5ぐらい行きたかったよね。ギリだもんね。でもちょっとずつこう詰めて。まあさすがだなと思った。はい、まあ良かったです。言ったことがね、ちゃんとできて。なんか今日最初に言った通りのレースみたいな感じじゃなかったですか。そうっすね。天才なんだよね。冗談です。冗談です。本当に冗談です。すいません。申し訳ないです。おめでとうございます。ありがとうございました。次回もお願いします。はい、ありがとうございます。もう優勝じゃん。JMRC 東北モティーズ杯ロードスターカップ第3戦は9月11日日曜日スポーツランドすぐにて開催いたします。皆さんいっぱいエントリーしてね。リー君